エミール・シニよルによる若きベルリオーズ劇的公共曲ロメオとジュリエット作品17はエクトル・ベルリオーズが作曲した公共曲合唱、読唱及び合唱によるレチタティーボのプロローグ付き劇的公共曲と銘打っている通り大編成のオーケストラに読唱、合唱を伴う大規模な作品である。シェイクスピアの悲劇ロメオとジュリエットを題材とする。 劇的公共曲、ロメオとジュリエット初演当時の公演チラシ1839年に作曲され、同年11月24日にパリ音楽院のホールにおいてベルリオーズ自身の指揮で初演され、成功を収めた。その後、7年かけてベルリオーズは改訂を加えて原稿版とした。歌詞はフランス語で最初にベルリオーズ自身がシェイクスピアの儀曲に基づいて、 三文で執筆し、詩人エミール・デシャンが、陰文に改めたものである。この作品の、様式について、ベルリオーズ自身は、声楽が多用されているものの、この作品のジャンルは、コンサート・オペラでも、カンタータでもなく、紛れもなく、合唱付き公共曲であると、楽譜に記している。音楽学者、ボルフガング・レーブリングによれば、ベルリオーズは、幻想公共曲、レリオ、 イタリアのハロルドといった作品で公共楽に演劇性を取り入れたが、このロメオとジュリエットもその一つに挙げられている。また、ベートーベンの第9公共曲の演奏形態が踏襲されているとも捉えうるが、ロメオとジュリエットにおいては規模や様式がさらに自由に拡大されており、その様相は多様性を極めている。管弦楽による表大音楽的な描写、オラトリオや グランドオペラを思わせる終局、歌曲を思わせるストローフ、合唱による演劇的な語りなど作品全体に様々な様式が散りばめられており、この作品の独創性を高めている大きな要素となり得ている。実際に声楽が用いられるのは第一部と第四部のジュリエットの創創及びフィナーレである。残りの部分は作曲者が自由に情景を主者選択し、 兄弟音楽として、気楽のみで表現される。声楽が用いられる際も、ロメオ役、ジュリエット役、といった中心的な登場人物は登場せず、物語の語り手を兼ねる、小規模の合唱、コントラルト、テノール、キャピュレット系とモンタギュー系の大規模な合唱、ロランス神父、といった周辺的な人々の視点を交えながら、音楽は進行していく。テオフィル・コーティエは、このような側面を、 私的ファンタジーが支配する理念的な舞台と形容し、かき割りもコスチュームも必要としないと述べている。リヒャルト・アーグナーはこの作品に多大な感銘を受けた。彼は1839年パリにおける初演を聞いた際、次のように記している。思い切ったコンビネーションが息を呑むほど大胆な幻想と鮮烈なまでに精緻な表現を伴って、 まるで手に取るようにはっきりと私めがけて押し寄せてきたので音楽や文学に対して私がまた第三部愛の場面については今世紀における最も美しいフレーズと激称する一方で公共曲全体における構成上のフレーン属性を全く素晴らしい旋律の間にクズの山が積み上げられているとも批判しているがともかくワーグナーはタンホイザー トリスタンとイゾルデといった作品で、ベルリオーズの音楽語法から多大な影響を受けることとなった。そして後に、親愛にして、偉大な、ロメオとジュリエットの作曲家に、トリスタンとイゾルデの作曲家が感謝を持って捧げると、印、トリスタンとイゾルデをベルリオーズに検定した。幻想公共曲の頃よりすでに顕著だった斬新な、還元楽法は、本作で目覚ましい効果を上げている。 特に第四部、マブの女王のスケルトにおいて作曲者は、メイジングエ画的なパッセージを当時のナチュラルホルンに要求している。こうした演奏効果を完全に実現するのは、そうした当時の楽器では難しく、演奏法の観点からしても難易度の高い作品だったことが伺える。また、マブの女王のスケルトで用いられるアンティークシンバルは、ベルリオーズがイタリア滞在中の1 8 0年、 その他、前衛性が際立っている部分としては、第6部、キャピレット機の墓地におけるロメオを挙げることができる。ここではフェルマータを伴った全給付による頻繁な、休止、一時的に無調を思わせるかのような火星、強弱の突発的な変化、断片的で意外性に富んだ構成など、当時としては、実験的とも言える響きが頻発する。この第6部に関して、作曲者は、 聖戦された聴衆の前で演奏されるのでなければ、省略されなければならないと語っている。また、エリア・フインバルは、ジュリエットの死の場面の休止は、ウェーベルンの前兆を示していると述べている。その超大さと編成の大規模さのため、抜粋で演奏される場合もしばしばある。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴット4、ホルニ4、トランペットに、コルネットに、トロンボーン3、 チューバオフィクレード、ティンパに似2体、大大鼓、演奏時間は、約1時間33分。第1部、女装、第2部還元学のみ、第3部、愛の場面還元学のみ、第4部、愛の妖精の女王、マブ還元学のみ、第5部、ジュリエットの早創第6部、キャピュレット家の墓地における、ロメオ還元学のみ、第7部、終局。ありがとうございます。